埼玉県の某大学の暗室、フィルムなどを現像したりする部屋で作業するために一人の大学生が夏休みの途中に来たそうです。暗室は当時地下にあったそうです。やがて夜中になり、いい加減な管理人が中を確認せずに大学生が一人入っているにもかかわらず鍵をかけてしまったらしいです。その部屋が開けられたのは夏休みが終わって1週間後だったらしく、大学生は中で死体で発見されたそうです。解剖で胃を切ったらフィルムがいっぱい出てきたそうです。それから毎年夏休みが終わって1週間経つとフィルムをいっぱい飲み込んで死んでいる大学生が発見されるそうです。